兄とのやり取りのとことか、撮影時点で脳内でやり取りを思い描いてるとか、猫ニラさん天才作家だろ。正確にはですね、すべてを思い描いてるわけではなくて、とりあえず何か言われた時のリアクションをして、その私、過去の私がアドリブでしたリアクションに対して適切なツッコミを入れてるって感じです。もうわけ、何なんでこんなことで毎日やってんの、マジでおかしくない？ヒザの選手キャリア、自分の扱ってる選手のシュートばっかり相手ゴールキーパースーパーセーブしてくるよね。やっぱそうなん、腕ゴールむちゃくちゃ決めんのに量決められない、やっぱそうなん。ハチマキも相まって越中感すごいって、侍魂だって。越中さん、越中四郎さんを越中って呼んでいいんですかね。なんかアメトークでそうやって呼んでた記憶があるんですけど、これプロレスファンの方、越中さん、越中さんという風に呼んでもいいんですか、どうなんですか。ダメであればちゃんと越中さんと呼びます、これからは。メモ、5月10日投資 17K 回収 77K イニシャル D で一撃43年表記2万発超え。うるせえなパチンカ。このチャンネルもっといっぱいの人が見ていいと思う。よく言われるのがですね、これぐらいがちょうどいいと、そう言われます、よく。まあ、私も私でですね、なんか人気になろうとか流行りに寄せようとかですね、若い子に好かれようとかね、一切思ってない。だからこんなことになってる動画の内容が。私は私としていきます、これからもよろしくお願いします。深夜1時に2階の自室で見せたら1階にいた母にうるせえとバチ切れされました。私の防音室が必要ですか。イヤホンって知ってます？アイノーハトさん、イヤホンって知ってます？これ人類が生み出したですね、非常に文明的な画期的な機器でですね、イヤホンっていうごめんな、うるさい声出してやめねえけど、さすがに私もモサいなって思ってます。この撮影が終わった瞬間に美容室予約します、よろしくお願いいたします。アーサルナンバーワン、勝ち点差5、実質2。これは行くしかない。シティとの直接対決は終わりでしたっけ。本日がハマーズ、ヴィラで CL のシティでセインツ、ないですね直接対決。ということはもう負けてはいけないね。レスターとは結構勝ち点差離れてるから、いや、緊張感漂いすぎでしょ。なおかつ CL も勝ち上がっているよと、その相手がシティですよと。セビージャ、バルサ、ユベントス、レバークーゼン、ユナイテッド、レアルマドリー、シティ、アーサル、くっ。でね、 FA カップもね勝ち上がっちゃってるんですね。もう準決勝やん。実はボーンマスとドンズ、アーサルとブレントフォード、すごいな。いきます、ウエストハム、体力は回復している。4321のミラーゲーム、まあ、アーサルは厳密に言うと4411なんですけど、まあ、4321的な何かのミラーゲーム。クライファーと息子、あれ前回なんでウエストハムと戦ったんだっけ。待って、ちょっと待って、スタメン変わるかもしれないけど、ちょっと戦った記憶がある。カップ戦だ、そうか、 FA か。あ、クライファーさんがいなくなってしまった。森島さん出た、広島の森島さん、日本人対決いきます。でね、謝んなきゃいけないんですよ。アーセナルのユニフォームだと思って慌ててきたら、ちょっとこれね、リバプールのユニフォームで、これスティーブン・ジェラードさんなんですけど、視聴者のね方に差し入れていただいたジェラードのリバプールを着てしまいました。大変申し訳ございません。ちょっと脱ぐのめんどくさいのでこのまま行かせていただきます。今日も元気に着用させていただいております、ありがとうございます。よし、こんな気持ちでやっていたら負けるか、いや関係ねえ。しかしパブロ・マリさんが結構な確率でスタメンで出てるけどさ、勝ってるからすごいよな。マルテタさん的には育てたいんだろうな、マリさんを。これピンって通す、そう、それでいいじゃん。惜しいです、ナイス素敵。これチャンスよ、これチャンス、これいくよ、はい。腕ゴールに出そうと思ってラウル・ヒメネスに行って結果オーライ。はい、ナイスボール。腕ゴール見てるんですね、量をしっかりと。これはもう入ってこない予定なんで蹴っちゃう、はーい。おロコンガさん、ペリーよ、そういえばペリーよ、この間もめちゃくちゃ止めてくれたよな、ペリーな今日も止めそう、鉄壁を崩すぜ。無理です。メイトランド・ナイルズが、そういうことね、いいんじゃない、うーん、違ったみたい。うまっ、うまー、何が起きていた、サイドライン、
高い位置でのボールダッシュから一回相手とワンツーをして振り抜く。やっぱ幼少期に壁パスってやるわけですよ、サッカー少年は絶対に。あの一人練習を応用してます。でペリンさんのここね、脇の下ここ狙えって言われますから、一回逆サイド振りつつ、何をしとるロコンが。ナイストーマスバーディー、ナイスところ、はい、落ち着け。なんでかなー、すげー止めるじゃんペリー。Can he deliver it with accuracy? おーポーポー止めるじゃん。Favoring the short one.狙えって言ってるよね、そのパスは。なんでー、やめろ、そのこういう顔、モイズ。危ねー、今危なかったよね、すごく。待って、ちょっとまずいな、カウンターチック。ナイスティアに絞り、それが絞り。見ていこう。いいよ、私で。そう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 。で、これ実は、逆に蹴っちゃうのが量。あ、ごめんなさい。大変失礼しました。通った。通りました。はい、これ、まさかのあの逆が通ったことによって、量をバチコリ開きました。で、ラウル・ヒメネさんがしっかり見てくれてるのね。しっかり見てくれてんの。はい、アルタさん、似ているようで似てなくて、似てるようで似てないアルタさんです。ありがとうございました。ちょっとハットトリックありそうなんで少し出ます。もう下がってもいいんですけど、正直ハットトリックはちょっとしたいよね。みんなちょっと寮にはボール集めてくれ、マジでお願いだから。取れない手やね。はい、寮のいいインターセプト、チャンスすぎ。これいけよ、スーパーノックオン。さあ、いてんな。いや、ペリーさすがやね。はい、来た、パフェー。リバプールユニが正解か、まさかの。まさかのでしょう。誰が予想しましたこの展開。メイトランド・ナイルズさんがジェズさんと交代で、リョーもすかさず交代と。いや、ハットトリックは文句ないでしょ、アルテドさん、マジでむちゃくちゃ打ってる。シュート全得点がリョー。森島さんイエローカードもらっとったな。シティ引き分けてる。はー、こんな気持ちいいことないね、ないよね、こんな気持ちいいことね。地味に守備能力がね上がってきてんだよ。インサイドハーフとかあったら重宝されるレベルの守備能力になってるけどね。日程がちょっと空きまして、しっかり練習サボらずにやるよ。量はこれでパスが97いくんじゃない。あ、97だ、90、パスっていうかクロスが。ロングパスは71なんだから。次がアストンビラですね、リーグ戦のアストンビラ。はい、でシティも試合をしましたんで、で引き分けていましたんで、これ勝ち点差が4に広がってます。あ、ブライトンには勝ったんですね。トッテナムには引き分けたけど、トッテナムナイスジョブよ。おお、はい、ルカくん抜いて1位。アシスト。おい、バロンドール持ってこい、バロンドールも始まってるって。寮の時代がこれ、さすがに見にくいよね、日本が。さすがにこれでいいか。 8.5 チーム支配率 60% 決定率 60% だから、チーム支配率と決定率は私にとっては全く関係ない話なんだけどな。むずいこと言ってくるよね。 OK です、いいよ、やられていい、いいよ、外でも。うん、メイトランのナイルズはいい。おっとっとっと、
はい、勝負しろっていうボールね。オッケー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 。え、ぶち抜きよ。あー、いや、そうでしょ。そりゃ、りょうでしょ、注目選手は。ジェラー、あなたの湯に来てまーす。まあ、中の人のね、りょうの中の人の、あの、剛毛キャリアでジェイコブ・ラムジーさんはね、ちょっとお力添えいただきましたんで、剛毛じゃねえだろっていうご意見がたくさんあったんですけども、まあ、ちょっとお力添えいただいたこともあるので、まあ、教え子ですね。来い。え、腕が。やばい。やばすぎ。はい、ラムズデイル。やばい。ちょっとやられてるって。大丈夫？勝ち点広がったとはいえ、貯金は減らしたくないよ。ナイスボール、逆サイドチェンジ。はい、いいボール。完璧じゃない？止めるんかい！ヨスコ・グバディオチャース、両走りまーす、ちょっとください。はい、あすいません。今のは怒られるやつ。誰だろう、パスくれたの誰でした。今やばいやばい、ほんでピンチ、危な、あなたのように来てまーす。はい、胸トラップからの加速、ギュン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 で、かばす。あーロコンガ、ラウヒメネス、これはものですよ。よし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 、さっきのはちょっと許してください、本当にマジで。今度さっきのはこれでちょっとなんとか許してくれませんか。なんとか、悪気はない、あるんです、ないんです、あるんですって、おかしい。すいません、本当にもっと楽な試合展開になったと思うんですけれども、え、ジョアン・マリオさん負傷で今交代してた。右サイドバックセドリックさんか。じゃあちょ、 CL に黄色信号走りますけどね。ジョアン・マリオさんが いなくなるのは能力高いので。やばすげー、オッケー、やばすぎる。それは取るんかい、自分でちゃんと責任取ってな。うまい、これ狙う、これはこっちに来、あーくそー、ジェズさん、いやもうちょっと待って、交代枠あと1だ。じゃあそうなるとちょっと困るんだよな、両交代したいから。えっ、それはちょっと分かんなかったっす。やばすぎ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 。いよいよ、りょうはここまで流れてきてるから、りょう右サイドだってできるよっていうとこ見せますよ。りょうはジェズス、ミスされました。うまい、いやー、それとティアニーが入り込んでくるまでは2億点。あー、交代枠ない、両フル出場、マジソン。はい、ナイスボール、誰に、いいんじゃない、えぇ、危ない、ちょっと怖いな、このコーナーは。ちゃんと死ぬ気、死ぬ気、うん、あと30秒終わり、勝ったでしょ、頼むって、審判の方、審判の方、ヤオ、久々じゃないこんな試合。結構打ったけどね、アーセナル、まあ、打たれたけどね、8本、セーブ数でいうとまあ4と6か。なるほど。でフル出場しちゃうとな、ちょっと次の試合の体力がな、すっごい怒られてる。マンオブザマッチなのにすっごい怒られてる。もう意味がわからない。すごいデータ一口遅い。ほんで何これ、練習は欠かしません。それが寮の強みでもあるので。ショートパスとフィニッシュ上がりました。もうトップ下やってもいいんじゃないのこれ。運命のシティ戦ですよ、これは大切ですよ、本当の本当です。セビージャがバルサに勝っている。
ユベントスがレバークゼに勝っている。負けられないよー。宮市亮ってかみんなの体力、向こうもちょっと疲れているか。フォーデン、アルバレス、ブラン、ユリアン・ブラント、あれはルーカス・パケタ、え、どうなっている、ユに変えます。ごめんシティ、白で言ってくれ、申し訳ねえ。すごい疲れてるからな、怖えーよー。もうペップさんの策略だって、さっきの試合フル出場は、まあ、そういうことして、あ、すごい炎、てて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 てディーベースター、てててててて、ディーベースター、てててててて、レッツクラブデスエクピースズチャンピオン、てて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 。俺何歳までこの歌全力で歌っていかなきゃいけないんだろう。相手も疲労少しありましたけど、圧倒的にやっぱり量が一番疲れていたので、そこがねちょっと怖いです。ちょデブライネとパケタの凶悪すぎるだろう。ナイボー、え、そっち、ただ本日はジェズスさんがスタメンですから、いや、粋なことしてくれるよね。監督も知った顔って出したら怒るからな、アンドロイド分かってる。今から言っとく、知った顔っていう表現だけはやめろ、二度と。いや強い強いやりゃ黒、ガブリエル・ジェズス、やあそんなんやる。これは良かった、これは素晴らしいパスワーク発揮しちゃってる。3人目の動き、ペップさん、3人目の動き、ペップさんどう、ポジショナルプレーどう、偽サイドハーフどう。さらし一回あった、ちょっとカットしてるかどうかわかんないですけど、ちょっとラムズデールからのビルドアップミスと、センターバックのビルドアップミスがあったんで、これパリサンジェルマン戦みたいに、謎のプレッシャーがディフェンダーにかかっていて、ビルドアップクソっていうパターンありますんで、これ。やばすぎ。危な。ほらほらね、ビルドアップちょっとやばいんで、明らかに違うんです。前の2試合と。やばいって。あ、オッケー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 。何をしているの？逆打ってこい。そう。あとはもうこう。ジェズさん。やばすぎるそのサイドチェンジ。あ、カンセロちょっと惜しかったね、そのノックオンは。量を見習ったらノックオンに関してはね。やばい、これサイズつきますちゃんと。油に用意したんで、うわあ、ナイディ、やばいな、危ないよね、デブライネその距離危ないね。はいはい、打て、いやー、エデルソン・モラエス、ふー、ここはバチバチでしょうね、だってブラジル代表ですし。Let's see about the delivery. Just wanted to get it out of there. うまいよ。うまいよ。やってるやってるやってる、カンセロ。ああ。え、デレアリ？カンセロのレッドカード誘発。ユリアン・ブラントからファン・ベルナトっていう、ファン・ベルナト基地にいた。いやー、デルソンやばすぎだろ。ただカンセロレッドカード退場はちょっとシティファンには申し訳ないですけど、激アツ案件なのよ。リョウさん、伊藤さん見てますか、あなたたちの喧嘩を生んでしまっているかもしれない。私は今やめてよ、フォーデン、うますぎる、危ねえ。ファンベルナトを入れたってことは、まあ、前線1人なくしてディフェンス4枚にしたってことでしょ、多分。ちょ、1人少ないと思えないぐらいいいパスしてる、やばすぎる。
ガッチガチも、なんかガッチガチよ、もうなんかそうそう、ちょっと取ってやばすぎる、取ってそう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 、ナイスボール、うわいや、なぜ通されるそこを、怖い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 、パケタ怖い、あーナイスラムズデール神、二人交代こっち、なるほど、フォーデンがスターリング、あー怖えー、ちょっと交代したい量も体力がもう限界ギリギリです、なぜ10人の、なぜ10人の父のボールを取れない、そんなにもおかしいって、はい、きた、いやーい、交代、やべえ、ちょっと待って、交代枠なくなった、2試合連続フル出場はもう筋肉系トラブルが怖すぎる、決めてくれ、さあこれもショートでいいよ、時間使う、なぜ蹴る、そんなすぐに、バカ、いいよ、はい、 OKOKOK、 もう時間使おう、関係ない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 、あ来いよ、ほら来いよ、ほら来い、よし、うるさいな、勝負の世界にズルもかしこもない、はい、ファンベルナトと握手、軍ファンベルナトさん以外は握手してくれませんでした。16キロ走っとんの、なんでこんないい勝、じゃあポゼッションされとるんのんかい、10人相手に怒られてるし、ただシティホームで勝ったのはでかすぎるんじゃない、これこの試合はもう絶対じゃん、おかしいって、腕ゴールと私スタメンはもう何もかもおかしいって。その采配は絶対にやってはいけない采配。いるでしょ？人。なんで？聞いたことないって。この国士は。え？関係ないですよね、今その話。国士無双って。バカモン！はい、見えています、男。あー、繋がんないのねー。いや待って、セインツがちょっとゴリンゴリンに来る、よし、マジで前半下がるから、要は何があっても、何があっても、来た、よーし、ジェズさんナイス、素晴らしい、信じて横走ってきてくれて本当にありがとうのハグ、これはだってジェズスさんから来たボールですし、素晴らしい、最高のチームプレーよこれ。久々に行きます、飯行くか、じゃあステーキが食べたい、あーじゃあいいとこあります、ビッグボーイ、ビッグボーイ行こう、サラダバー、グン、いやダメか、ちょっとダイレはダメか、すいません、どんぐらい枠外れてましたっつって、ゴール半分外れてます、うまい、うまい、これはもう下がっていいですか、りょう、この点に関してはプランクトン業務してただけなんですけど、下がります18分でいや、こうなるからね、こうなるからもうだからいいんですよ、出させてもらえなくて、危ないかい、ほんで、はい、まあいいです、いいいいいいから、いいいいいい、聞きたくないです話、やべ、トレーニングしちゃったけど、しない方が良かったかな、じゃ一旦見ていいですか、まあ若干かい、ウーデゴールさんの方がきつそうだな、でもフォーデンもパケタもデブライネもロドリもルーベンディアスもスターリングもきつそう、いけるんちゃう、そうだ、ジョアン・マリオさん4週間か、まあまあまあ、じゃあ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 、他の会場、まあセビージャがバルサに勝って、ベンソがレバークゼに勝って、レアル・マドリーがユナイテッドで勝ったんですね、
でプレミアリーグの勝ち点差は4に広がっているので、まあ、ちょっと少し楽になってきた。次回がシティとのセカンドレグ、クリスタルパレス、バーンリー、ブレントフォードとの FA カップ。でリーグ戦は残すところ、まあ、次回の動画も入れて1、2、3でしょ、4、5、6、7試合。で CL があったとして1、2、まあ、そうね、あと10試合、12試合ぐらい全部勝ったとして、 CL の得点を、あーそっか、両 CL で得点はあんまりしてない系男子か。ただアシスト王はもうダンすごいことになってんだから、だからこっからの試合で1試合2ゴールずつぐらいしていけば個人のタイトルも総なめできるぞって、そう思ってます。で忘れちゃいけないのがリーグ戦ですよ。19ゴール、もうルカクをぶち抜きました。でアシストもとんでもない数してます。なんだこれは、すごいぞ量。次回もよろしくお願いいたします。ありがとうございました。さよなら。